私が今ね、テイチの話聞いててすごくびっくりしたんですけど、今話をしてくれた内容ほとんど同じことをやっています。で、名前と、時期が違うだけで、例えば私は放送局はやってないんですよね。それ以外のグリーンママみたいな朝一とか、まあ、リサイクルもそうですし、あとプレーパークのことも、まあ、プレーパークじゃなくて子育て広場という形で、展開してきました。それからロック少女って言ってましたけどね、私はフォーク少女だったんでバンドもずっとやってきてますしフォークからブルースになったりしてますけどね。それからあと、まあ、古着屋さんに興味あるっていうのがね、それも本当に同じで、ついこの前まで立山っていうところで、とても広い場所で、そこに主にお子さんの洋服とかベビー用品をリサイクルでいつ着てもいつ持って帰ってももらってもいいように展示していたり、まあお金にはなってないんですけども、儲からないんですよねそんなことをやってきました。あとお日様クラブなんかもそうなんですけど、やっぱりお子さんが小さい時っていうのはお母さんがいくら話をしたくても、子供さんがね、今日もそうなんですけど、まあ、時間を持て余しちゃうっていうことで、ちょっとした手遊びしたり、そういうことでですね、まあ、そんな感じでちょっとした手遊びしたり、まあ、本を読んだり、ね、そんなことをして、まあ、最初と最後はみんなでよかったねみたいな感じで小さな会をしてたっていうのもありますね。あとはですね、やっぱり同じです。私も今娘たちが双子で、双子の母なんですけど、もともとこういうことを始めたのは双子の子育てが非常に大変で、保育士だった自分がもう死にそうになったので、普通の人はどうしてるのかなって思ったのが始まりだったんですね。で、なんですけども、まあ同じで、今何を覚えてるかって、保育園に通った道、犬があそこにいたとか、ね、どんなお花が咲いてるとか、だからね、幼稚園バス大反対なんですよ、歩くべきだと思ってます。それでそうすると次に歩いて小学校に行けるんですよね。そうやって子供は徐々に道を伸ばしていくのに、大人が勝手に自分の都合で寸断してるなっていつも思ってるので、そういうこともこれから話していったらいいなっていうふうに思います。で、一個だけですね、娘たち二十歳なので思春期は任せてください一応先輩お母さんとしてね、罵り合ったりね、殴り合ったりもしてますので、ね、そういう経験をぜひこの後懇親会などでお話ししたいなと思います。皆さんだいぶ落ち着いて座られたかなと思うので、今日せっかくこれだけ思ったよりも、実はこの半分ぐらいしか来ないかなと思って皆さんにお話ししてもらおうと思ったんですが、もしかしたらなかなかこの場では難しいかもしれません。簡単にですね、全員自己紹介するだけでも多分4時になってしまいますので、ちょっと手を挙げてほしいんですが、ここに来た理由なんですけども、チラシを見た、それからフェイスブックなどのネット、それからあとお友達の紹介、その他と分けます。いいですか、皆さん決まりましたか。もう一回言いますね。チラシを見た、お友達の紹介、フェイスブックなどネットで、その他、ね、手を挙げてくださいね、どれかに、まあ、ダブってるかもしれませんが、これっていうので、じゃあ、Facebook などのネットで知った。はいはい、ありがとうございます。だいたい10人ぐらい、アカウントです。それじゃあ、お友達の紹介でございます。はい、結構いい感じですね。はい、ありがとうございます。それから、チラシをどこかでもらった。すごい。もう報われるってもんですね。ありがとうございます。じゃあその他の方いらっしゃいますか。なんか、はい、その他。例えば。巻き込まれました。すみません、お手伝いに巻き込みました。じゃあ例えば今日初めて知って富樫の子育て広場から来られた方とかいらっしゃいませんか。いらないですか。はい。じゃあそういう感じで、だいたいバランスがいいなって思っているんですけど、ケンジンに何を一番聞きたいかっていうので、まず「はい」って、私これ聞きたいと思っていますよ。じゃあ山田さん、マイク、マイク、あ、
こんにちは。私は子供が今上の子が小学校2年になったんですけど、ちょっと自分などに一つテーマがあるのが宿題のことで、宿題してから遊びに行ってとかってあると思うんですけど、すごくこう時間がかかるんで、まあ、しないまま遊ぶことの方が多いんですけど、学校の目標として学年かける10分みたいな設定があるらしいんですね。まあ、その気持ちもとてもよくわかるんですけど、なんかたまにふっと自分もまあ通ってきた道なんですけど、なんだろうな、この宿題やって意味があるのかって思うことがとても多くて、そんなのしなくていいよって言っちゃいたくなる時もあるんです。もちろん、もちろん必要なためになるものがあるんですけど、まあ、ところどころそういうのがあって、もうそういうのはあんまり子供にたまに言っちゃうんですけど、本当にすごく分かりにくいなとか言ってるんですけど、このあたりを中根さんはどういうふうにお考えなのかっていうのが欲しいみたいで、これは私が正しいか正しくないか別として、私は子供の宿題を1年生の時から管理したことがないですね。全く何をやってるかも知らないし、宿題をやっていってるかどうかも知らない。同じです。でしかも宿題をやってから遊びに来なさいって言いたくなるんだけど、そうしたら遊ぶ時間が減るので、宿題はよりも友達と遊ぶことを最優先にという風なのが私の考えですね。そして学年かける10分っていうことも学校では言われるけれど、それもまあなくていいかなと思っています。小学校時代はとにかく遊べっていうのが我が家の方針ですね。そして私の大好きな小学校の先生もやっぱり同じで、たまにちょっと不安にはなるんですよ。うちの子全く勉強しませんけどいいですかって言ったら、まあいいんじゃないって小学校の間はって言ってくれるので、私は基本的にまあ中学校とかに行って自分のお尻に火がついたらやればいいんじゃないかなと思ってます。でもそれが正しいかどうか分かんないです。はい、ありがとうございます。今の山根さんはちょっと続くっていうか、自分はこんなことをやってるものですっていうのを言ってもらえますか。自己紹介、山根照美と言います。私の自己紹介は、1年前の春に金沢に戻ってきた人間で、まあ、もともと出身こっちの石川県なんですけど、群馬県もずっと住んでて、夫と一緒に今子供を巻き込んでこうカフェレストランをやってました。で、まあ夫はマレーシア人で、今日来て、ね、一緒に来ていただいて、はい、ありがとうございます。うちのその仕事の関係とかあって、夫がマレーシアにしばらく行ってる時に3.11があって、で、もう私もなんかいてもたってもいられずに、一旦はマレーシアに行って住んで、1年ぐらいマレーシアに行ったり、元に実家に日本元で住んだりして、まあ最終的に今カナダに落ち着いたという形で、はい、ありがとうございます。今喫茶店のお手伝いをしていただいているので、私たちもちょっと顔見せます。今もうこれからまた質問される方、ぜひ今みたいな感じで、私がこんなことをやっているこんなものですとか、または小学校何年生の親ですとか、まだ独身ですとか、子育ては終わりましたとか言ってほしいと思います。でせっかく今日男性がたくさん来てるので、海藤さん感想でも結構ですので、何かお願いします。じゃあ子供3人いましたけど、いましたあんまり関わった記憶が少ないんですけど、ケイチンさんの旦那さんはどんな感じですか、子育てに関しては。うちの夫が映像カメラマンなんですけれど、うちにいなくって子育てにはあんまし関わってないです。うちじいちばばと一緒に住んでるんですけど、でも一つ言えることは、全然干渉しないっていうところは助かりますね。自分のじじばばと最高ですね。まあ最高なのかな。でもうちのじじばばはどっちかっていうと昔人間なので、
こうあるべきっていうのが拭いきれなくて、私とはよく衝突してますね。結構なんか共通点があって、僕も、まあ、僕の母親、ばあちゃんが座ってくれて、まあ、父親はあまり何もしなかったので、じゃあ、まあそれでも、父親はいなくても怖さを出すと。そうですね。その通りだと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ、他に本当に時間の人がいっぱい私もっていう感じになるといけないので、先にどうしても聞きたいとかいう方いらっしゃいませんか？大丈夫ですか？はい、はい、お願いします。こんにちは、宮本と言います。私は主婦で、今からちょうど休職中で、今からなんか福祉関係のお仕事とか興味があって、いろいろ始めてみようかなと思っているところなんですけど、私は、子供が2人いまして、上の方が男の子が、小学2年生、下の女の子が、2歳になるんですが、上の男の子がこのことでちょっと悩んでて、ちょっと人付き合いがあまり上手ではないタイプで、なんかこう一方的なところがあって、近所の子たちと遊んでるときに、その子たち一級上の子なんですけど、どうしてもこうなんかこう尖ったことを言ったりしてしまいがちで、でその、上の男の子とか女の子とかからのこうなんていうか厳しい言葉をもらったりするんですけど、そういうところの時になんかこうやっぱりこうさっき出てたんですけど、人権を侵害するような言葉というか、そういうのをたびたび受けてるのを見ると、どうしてもやっぱ口を出したくなる。で結構やっぱり怒りっていうか、そういうのを抑えられなくて、やめてみたいな風に言ってしまったこともあるんですけど、で、そういうのが重なると、なんか、ね、ガミガミ言うお母さんだなって思われてしまうっていう不安もあり、やっぱり、ね、そういう目に遭ってるのは、ちょっと、見過ごしてはいけないっていう、親の責任で、大人の責任っていうのを感じているんですけど、なんかこう、どのようにその子どもたちの、やり取りをどのぐらいこう入っていったらいいのかなとか、そのお子さんに、なんか自分のこと同じように、しっかりっていうことも必要だけど、なんかどのぐらい、子どもたちの間に介入していっていいのかなっていうので、すごい悩んでて、で、京都の応援歌の題名が、なんかね、他のお子さんと一緒にごちゃまぜ育児だったっけ、それですごい惹かれて、今日、話しかけてもらったんですけど、どうですか？やっぱり心配ですよね、人権侵害されちゃうと怒れちゃいますよね。でなんか私が思うのは2つあって、まずやっぱりとにかく子どもの気持ちを聞くっていうことがすごい大事だというふうに思うんですね。で何だろう、なんか評価するとかジャッジするっていうことは多分親にあんまり必要なくって、その子がこう傷ついて帰ってきたら、そんなこと言われてつらかったよねって、悲しかったよねって、でもお母さんにとってすごく大事なあなただよっていうことをまずすごく伝えていて、でその先にもし自分でできることがあったら何だろうねってことを一緒に考えていけたらいいなというふうに思っていて、例えばそういうひどいことを言われた時に、そういうことを言われたくないっていうふうに言っていける力っていうのをこう叱るとかそういうふうじゃなくって、一緒に考えていけたらいいなと思うのが一つと、やっぱりね、なんと今の意識って自分が傷ついていることの人生にすることがあるので、そう言ってくる側もこうすごく傷ついていると思うんですよね。だからその子をどうしたら癒していけれるかなっていうふうに考えていけたらいいなというふうに思うんですよ。でそのためにはやっぱりその子と仲良くなるってい
ということがいいのかなというふうに思って、難しいかもしれないけど、例えばだけど一緒に遊ぶとか、でその中でその子がもしかしたらすごく心に病んでいることがあるとしたら、その話を聞いてあげるっていうことでしか、なんかこう上からの押さえつけとかそういうのでは何も改善していかないのかなという気がするので、自分の子供にできることは気持ちを聞くことと、どうしたらいいかと一緒に考えること、そしてやってる側の方の子供のことをなんとか癒していけないかなっていう視点で見ていけるといいかなというふうに思います。で例えばだけど、私はその学校がゲストの素敵な友達がいるという話をしたんですけど、やっぱりね、最初はそのちょっと目につくような子がいたら、まあ、あの子とうちの子関わらせたくないのよねっていう視点でみんな見てたんですよ。でそれはいかんっていうふうに思って、それでちょっと一回みんなうちに来て一緒にご飯食べようという機会を設けた時に、まあ、いろいろ話をしていく中でやっぱりみんな変わっていって、やっぱりそういう問題があるなっていう子のことをうちに招いて一緒に朝ごはんを食べてもらったんだよっていうふうにこう変わってたんですよね。そうすると、なんだろう、あの子がと話したくないっていうふうじゃなくて、地域みんなであの子のことをなんとか癒していけないかなっていう方法に変えていったんですよね。でそういう仲間ができるといいかなというふうに思います。なかなかね、難しいかもしれないですけど、なんかこう見方を変えていくだけでもしかしたらちょっと変わっていくのかなというふうに思いますけど、どうでしょう。そうですね、本当に同じです。一つ私もうち友達の一人がそういうことがずっとあったんですね。でも幸いにして学童保育というのに入ってて、そこで親たちがかなりよくいろんな子どもの様子を毎月話し合いをして知っていたこともあって、でその子と特に土日一緒に連れて遊びに行くようにしましたところ、結構治ってきたっていうかね、やっぱりいろんな問題が家庭環境にあったっていうことが分かって、まあそれとなんかあんまりしてほしくないことはしないのねっていうのは別だったんだけど、私結構怖いお母さんだと思われてたと思うので、もうその経験をフルに生かして、もうおごろおすぎを起こってます。同じですね、やっぱ介入というよりは見方を変えて、そのそういうことしてる子の裏にきっと何があるんだろうなって、一緒にできれば過ごさないかな、過ごせないかなっていう方がなんか解決につながったような気がしますよね。補足ですけど、うちの次女が友達になる子ってすごく家庭的問題がある子が多いんですよ。それで、すごい DV の、お父さんだったりとかするんですよね。そうするともうとにかく人の悪口ばっかり言うとか、やっぱ目につく行動がすごくあったんですよ。で普通だったら多分その子と遊んでほしくないなって思っちゃうかもしれないんだけど、そんなことを思ってもしょうがないので、なんとかその子をいい感じにならないかなというふうに思って、私はその子たちをこう集めて、そのプレーパークに遊びに行くとか、なんか泊まりに行くとか、そういうふうにして、自分の親だけじゃない関わり方の親がいるっていうことを分かってもらうことで、なんとか癒していけないかなというふうに思ったんですよね。でそれでだいぶ変わってきたというふうに思っているので、なんかそういう仲間ができるといいですね。近所にね。答えになってましたでしょうか。はい、その家に来て遊ぶこともよくあるんです、うん、でその やり取りを聞いてて、うん、そういうことは言ったらよくないよとか、うんうん、そういうのは言った方がいいですかね、うん、なんか嫌だと思うことを伝えたらどうですかね。なんかそういう言葉を聞くの嫌だなっていうふうに、なんか上から目線ではなくて、同じ人間としてそうとか、ちょっとこれはどうかと思うことがあったら、ちょっとなんか人としてどうかなと思っちゃったけどみたいな、なんかそんなことを私はすごい聞きたくないっていう感じで言っていったらどうですかね。その友達感覚みたいな感じで、うん、ダメだよじゃなくて、それは嫌なんだよっていうことを伝えてたらいいかなと思います。今ね、まさにごちゃまぜの姿っていうので、やっぱり親だけで育てるというと難しいのでね、知らない間にいろんな仲間がいろんなタイプの仲間がいるっていうことがこれからできるようになるといいなと思ってこの企画をしたので、これから一緒にいろんなことをしていけたらいいなと思ってます。全然余談なんですけど、すごく気になる男の子がいて、でその子の土遊びとかしてる小学校の時ですけど、そばにいつもついていたら、ある時、俺あんたのこと嫌いじゃないでって言われたんですよ。すんごい嬉しかったんですけど、まあ女の子でもね
ね、あの女の子がちょっと陰険ないじめが入ることがね、小学校の低学年はどうしてもあるので、あの仲間になるというのが大事なんじゃないかなと思います。そういうことを今日みたいにみんなで話すので、ね、また機会を持ちたいなと思うので、ね、それで他にあのじゃあこれはってなりますか、特にいいですか、はい、それでしたらばあのちょっとあのはいはいお願いします。ケアノからなりました橋本と申します。今回は Facebook であの中根さんのお友達というあのところでポチッとしてやってきました。立場をとおっしゃったので、私はあのこの中にチラシもありましたけど、あのトヨタ子ども劇場、 あれをよく見た感じので、ケアノ子ども劇場というところの代表してたことがあります。もう子育てはもうだいぶ終わりつつあって、一番下の子が高校の2年生です。今日ちょっとお伺いしたいのは、メイリスで500な事件、管理されている方がきちんと心がけていることがあるんじゃないかなと。とかくあのちっちゃいわでもトラブルが起きやすいメイリスですよね。私も、まあ、例えば運営員とかなんかね、そういう連絡を求めますところでたびたびとそういうものを利用することがありましたけれども、中にはそのうまく回らない、なんていうか感覚が肌感が違うのかなとちょっと思ったりもするんだけれども、やはりちょっとその線引きがうまくいかなくて、そういうものがなかなか言えないトラブルになったりするということがあるので、ちょっと気をつけておられることとか、ネットに関してちょっとまた若いお母さんたちにこんなことを注意してるんだっていうのがあったら教えていただきたいと思います。ネットワークビジネスみたいなことは一切禁止っていうことと、ネットワークビジネスみたいなビジネス系のことは禁止っていうこととか、まあでもそのぐらいですね。割と皆さん節度とかなんか、うん、なんかトラブルみたいなのあんましないですね。なんかこうやり合ったりとかもないので、たまたまかもしれないですけど。結構、今メーリングリストっていろいろあるんですけども、役所なんかに来るのはものすごくいろんなトラブルっていうか、そういうこと多いんですけども、結構立場が似てるもの同士のつながりって思ったよりないんですよね。これはピアの関係って言って、ピアサポートとかピアなんだろう相談みたいなこと言うんですけども、意外と思ったよりはそういうトラブルが少ないですね。で違う立場になってくるとそういうことが多いのかなと思うので、まあ、子育て仲間でよく幼稚園とか、幼稚園ではそういうことないのかな、そういうことがあるって聞きますけども、結構あんまり立場が違う場合が多かったりするんじゃないかなって思いますね。だから人数は関係なくて、5人でも10人でもそういうことがあるときはありますよね。今日富山からありがとうございます。ちょうどですね、今日はねあんまり詳しく話してもらわなかったですけど、子ども劇場の話ね、出たんですけど、本当にいい体験だと思って、私も子ども劇場ずっと入ってたんですけども、ここの中で金沢の子ども劇場に入ってる方、また体験したことある方いらっしゃいますか。おお、びっくりだな。実は結構安い金額でいろんなお芝居、ちょっと説明してもらえますか。そう、どこでも1300円なんだ。毎月1300円を積み立てして年に4回お芝居をですね、そのお芝居を見るのも自分たちで見たいものを選んで見る。そして私たちがチケットを買って見に行くと、ただのお客さんなんだけれど、その お芝居をしてくれる劇団さんの準備とか夜食を作ったりとか、その撤収作業とか、そういったこととか、お芝居を作るにあたっての廃墟みたいなお話とか、そういうことまでを全部見せてくれるので、こう一緒にお芝居が劇団さんと一緒になって何かこうやるっていう感覚ですね。でそれだけじゃなくって、お祭りがあったりとか、子どもたち主導で何かこうイベントをしたりとか、本当にみんながお母さん、みんなが子どもっていう関係性のものなので、もし機会があったら小さいお子さんいらっしゃる方はすごく入るといいのかなというふうに思います。
はい、その通りで、金沢も全く同じですね。で、うちの娘たちはこれをきっかけに、今は全国のライブとかそういうのの企画をやるようになりまして、そういう方面に行ったんですけども、子ども自身で自主的に何かをしていくっていう子ども部会みたいになるんですよね。そういうのもありますし、まあ、純粋に音楽だとか、それから演劇だとか、そういうものを見るっていうのもすごくいい経験も高いでしょ、お芝居です、見ようと思うと。それがある程度の金額で見れるので、結構おすすめだと思います。今日ね、金沢の方来ていらっしゃらないけど、残念ながらちょっとね、来れなかったけど、もしよかったらまた、そういうものがあるということですね。あと何かありますか？何か聞きたいこと、よろしいですか？なんか分かりないですか？例えばさっきプレイパークのこと結構今日は長くお話ししてもらったんですけども、金沢にも、一時ありました、プレイパーク。はい、結構長い時期やってたんですけども、あるところにこう任せたのが、結構おじさんじゃないんですけどね、ちょっと行政が関わってきたら、だん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 こういろいろ規則が入ってしわってなったかなみたいな感じもあるので、またねそういうことができればいいかなって思っているんですけど、プレーパークはちょっと難しいですよね、いろんな意味で。なかなか怪我のこととかやっぱりどうしても考えますもんね。でそれ以外でもケッチンの方で補足でなんかこれ言い忘れたっていうのあったら今どうぞ。言い忘れたことはいっぱいあります。どうやって地域のお母さんたちと仲良くなっていったかっていうのって知りたいですよね。これ大事なことを言い忘れた私。私結構ずうずうしいんですよ、性格が。で人見知りもしないんですけど、だいたい幼稚園、子供幼稚園に行ってる時も小学校の時も、春4月に懇談会っていうのがあったりしませんか。でそこで私は原発とか放射能のことにすごく興味があって、自分なりに勉強している方だと思うので、興味があったら声をかけてくださいねって言ったりとか、うちはゲームを絶対に買いません、もし賛同する方がいたら声かけてくださいねっていうふうに言うんですよ。で、あの人って変わってるねって言われる前に、私は変わっておりますってカミングアウトするんですよね。そうすると一人二人と声かけてくれるんですよ、絶対に。そう、そして、ああ私もゲームも買わないっていう風にしたかったけど、絶対無理だと思ってたけど、どうやったら買わなくて済むかねみたいな感じでこう言ってくれたりするんですよね。そういう風に常に種まきをしています。うん、でも学校の先生とかに言いづらいこととかってあったりするんだけど、4月に家庭訪問に来た時って先生は何もわからない状態で、とにかくお母さんと仲良くなりたいと思っているので、子供の命に関わることに関しては家族で決めますで断言する。あ、そうですか、そうだ、じゃあもうそうしてくださいねって言われるので、例えば私は牛乳は飲ませませんっていうことも言えるし、フッ素塗布はしませんとか、その予防接種に関してもうちで決めますとか、そういうふうにこう断言すると、あ、そうですかってなるんですよね。でこう断言するっていうことが大事で、いいですかねこんなふうにって言ってると、向こうから、いやそれはみんなと一緒にしないといじめられるんじゃないですかねみたいに言われちゃうかもしれないので、割と私変わってますって言っちゃうと噂話もされないんですよね、という感じで攻めてます。あと先生とすごく仲良しに私はなります。でも先生に私は子どもたちのいいところを先生にいっぱい見つけてもらって、いっぱい褒めてもらいたいと思うので、保護者ができることは先生のいいところをいっぱい見つけて、いっぱい褒めるって言い方はちょっと失礼だけどことかなというふうに思って、授業参観に行くと先生のいいところをいっぱい見つけて、いっぱい書いてきます、っていうことをなるべくしているのと、やっぱり学校に協力するっていうことをしてますね。絵本の読み聞かせとかもそうなんだけど、要望だけを言っていてはただのモンスターピアレンツになってしまうので、学校がこれお願いしますって言ってきたことは極力はいっていうふうに聞く。先生がお願いしてくることって多分本当に本当にお願いしたいことだと思うんですよ。今の先生ってなかなか言いづらいと思うので、それを本当に守るということですね。でもう洗脳されるとか子どもの人権侵害されるとか、そういったことに関しては私は絶対許せないので、切り札はそこまで取っておきますね。学校にほとんど文句を言わないようにしています。今も通じると思うんですけど、さっきちょっと話しててね、
はい、はい、どうぞ。家庭訪問って未だにあるんですか？あります。この辺でないよね。あれ、家庭訪問ってなんかもう特になくなったかと思ってたんですけど、ありますよね。ありますよね。金沢ある？金沢あります。家を確かめるだけですね。家を確かめる、そうですね、うん、あの本当に踏み込んで家庭訪問はしてないんですけど、あの、まあ、形だけ回ってます。あ、もうないよ。もうあの僕の中では家庭訪問ってもうなくなったのかなと思ってたんですけど、まあ地域によっていろいろなんですね。で、名古屋は幼稚園に入っておしゃべりするですか？玄関口だったりします、ほとんど。あ、玄関口ね。でも私はこの先生としっかり話したいときは、まあ、そう言わずに、まあ、そう言わずにって言ってあげます。わかりました。まあ教育も変化してるんでね、わ、まあ、かりました。まあ孫の時に勉強してますそうですね、いろいろやっぱり変わってきているので、あの、そうなんです。男性もそうですし、年齢も超えてこの子育ての状況っていうのは知っておかないといけないことだと思いまして、 Facebook でも広く呼びかけたんですけれどもね、皆さんもそういうふうにどうぞ呼びかけてください。今の話でね、ちょっと思ったんですけど、ケンチンは多分あの想像力があるんですよね。だから相手の立場に立って、先生だったらどうかな、先生だって立場は辛いんだろうきっと、だとしたらどういうふうに話をしたら乗ってくれるんだろうって、こういうことが一番重要で、あのね、その話をさっきちょっと一緒に言ってたんですね。あの、この頃欠けているのは想像力なんじゃないかなっていうことね。だからそういう対応ができる。やっぱり自分の、あの、自分と全然違う人がたくさんいるので、どうしてこんなにうまくいかないのか、そんなのこういう人なのかなみたいなふうにね、思いやるっていうところがきっとあるんじゃないかなと。一見強そうな、あの、言い方をしましたけど、実はそういう裏返しなのかなっていうふうに。あと何かありますか？あの、まとめまでいいです。はいはい、はい、いいですか？で、何か聞きたいことないですか？あと本当に一人か二人ぐらいしか、あの、聞いてもらうことできないかなと思うんですけれども、先ほど見てもらったあの映像なんかも、聞きたいことってありませんかね？大丈夫ですか？あとお仕事、今日はお仕事をされてる方はいないかもしれないけど、自分のお仕事のこととかそういうのはないですかね。いいですか？じゃあ、あの、もう一回聞きますけど、お子さんがいる方で0歳から3歳児のお子さんがいらっしゃる方、今、現在、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ3歳から小学校前までのお子さんがいらっしゃる方、はい、ありがとうございます。じゃあ小学生のお子さんいらっしゃる方、はい、ありがとうございます。じゃあそれ以上、中学高校生いらっしゃる方、はい、はい、ありがとうございます、はい、結構バランスやっぱりいいですよね。でも小学生がたくさんいるっていうことなので、今日ケンチンの話をしてくれた話は結構そこに焦点を置いて、小学生対象みたいな感じ、一番近いんですよね。ですから今幼児だったり、あの、小学校低学年のお子さん、お母さんなんかは、あの、ちょっと先を想像できるでしょうし、あと、まあ、子育て終わったかもしれないけども、自分の時とは随分違うなって思ったかもしれないと思うんですけども、やっぱり時代も変わっていますし、あの、地域によっても確かに違うと思います。で、さっき私がケッチンと話してたんですが、名古屋という場所は子育て支援的に言うとですね、子育て支援何々という名前のついたものが極端に少ないんです。なぜだと思いますか？子育てだけで収まっていない女性が多いからなんです。だからいろんな分野の人が子供のことと同時に、例えば人権のことをやっていたり、例えば平和のことをやっていたり、環境のことやってたり、それから商店街のことやってたり、そういうので一人が3つも4つもの顔を持っているって人たちが多いので、子育てって何、それだけに限るって何っていう感じなんですよ。だから今日ケンチンもそういう人なんですが、あえて子育てに特化したもので話をしてもらったんですが、よくよく考えてみると、子育てっていうのは、まあ、将来の子供のことなので、これからの未来なので一番重要なことだと思うんですね。
なので今日お呼びしたのもそういうわけがあります。だからこのことを、今日のこの回をぜひ皆さんこれから今日で終わりにしないで、次またね形をどんどんこう大きくしていきたいなと思っています。そうですね、はい。じゃあですね、その参考にもなると思いますので、今少し残して映像もあると思いますので、それを見てもらうということでよろしいです。それ終わってからまとめてもらいます。はい。準備大丈夫ですか？ちょっと置きますね。すいません、時間配分がうまくいかなくて、見やすいところでどうぞ。じゃあちょっと続きをお話ししますね。私たちは子どもにどういう子に育ってほしいというふうに思って子育てをしているのでしょうかというふうに思ったときに、私はとにかく子どもに自分の頭で考えて自分の責任で行動できる子どもたちを育てたいなというふうに思っています。そしてね、先ほどもお話あったんですけど、問題は想像力の欠如じゃないかなというふうに思っています。例えば、憲法9条が変わったらその先の未来はどうなるのかとか、徴兵制度が復活するっていうことはどういうことなんだろう。例えば今の男の子たちはなよなよしているから、徴兵制度が復活させてビシッとさせた方がいいんじゃないかというふうに思う人はいっぱいいると思うんですけど、自分の子供がもしかして戦地で人を殺すかもしれないし殺されるかもしれないというふうなところまで思い馳せるということがなかなかできていないのかなというふうに思います。そして私たちは子供はまだ子供だというふうに思っていますけど、子供ってすごくね、肩書きがない分本当にズバリ的を得ていて、世間って本当に子供軽視しすぎているんじゃないかなと思います。10歳の子が8年したら車を運転できて、女の子が16歳で結婚できる、もうすぐそこに大人が待ってるんですよね。だから蚊帳の外に置かずに子供と一緒に未来を考えていけたらいいなと思います。そしてもうこうあらねばならないから降りると楽になる。例えば短所の裏返しは全部長所ですよね。この子神経質で困るんだわっていう子の長所は繊細で細やかな配慮ができる。この子臆病なんだわねって言ったらすごく慎重で注意深いっていう長所が隠されているっていうふうに思うと、子供の目のつくところ悪い欠点を挙げればものすごいたくさん出てくるんですよ、欠点って。でも長所って言われたらあんましないなっていうふうに思っちゃうかもしれないんだけど、短所を必ず長所と裏返したというふうに思えたら子供のこと愛せれるかなというふうに思います。努力すれば本当に必ず叶うものなのっていうふうに思うのも私はすごくクエスチョンですね。努力しても必ず叶うとは限らなくて、叶わないこともあるというふうに思ってあげると子供は楽だし大人も楽かもしれないですね。で叶わなかったのは努力しなかったからだっていうふうにやっぱり思ってしまいがちだというふうに思うので、ね、叶わないこともあるというふうにちょっと頭の片隅に思っていてあげるといいかもしれません。私たちの子育ての着地点はどこでしょうか？いい学校に入ることでしょうか？いい会社に就職することでしょうか？何のために習い事をするんでしょうか？私習い事子供もほとんどしてないんですけど、もしするとしたらこの先生と出会わせてあげたいなと思った時に習い事をいいなと思います。この子にとってこの先生との出会いがすごく選択肢の幅が広がるなっていうふうに思ったり、すごく受け入れてもらえるなと思った時に初めて、あ、じゃあお金払っていいかなというふうに思います。私たちはなんで偏差値の高い学校を目指させるのでしょうか？私の近所の割と偏差値の高い高校に入った途端に中退する子が多いそうです。それは着地点が高校入試だからですよね。で、大学入試いい会社に入ること、例えばだけどいい会社に入るということが着地点だったら、大学2年生から今就職活動が始まると言われています。4年間のうち2年生から始まるそうなんです。何十社と会社に受けて全部もしそこの会社から切られてしまったら自分は必要とされてないんじゃないかっていうふうにすごく自己肯定感が低くなっちゃうと思うんですよね。それで就職活動失敗して自殺する子がすごく多いそうです。就活自殺すごい悲しいことですよね。
いい学校なんかに入らなくったって、あの楽しい人生が送れるよっていう働きかけを私たちがしてあげられたら、死ぬ子も減るのかもしれないですね。子供は親の私物ではないと思っています。いつかは社会に返すもの。今ちょっと子供っていうあの存在を借りていて、一緒に過ごしているかけがえのない存在だけど、いつかは社会に返していくんだという視点で子供たちを見ていければいいなというふうに思っています。まとめいいですか。はい、私大事にしていることがあります。本当にね、子育てをしていても何が絶対いいってことはないと思うんですよね。私は、長女1歳半の時からシュタイナー教育が好きで、それに真似するような形でちょっとずつ取り入れて子育てをしてきました。でもシュタイナーで育てたら絶対いい子になるのかなんていう保証はないですよね。その子に合ったこともあるし、本当に気質っていうものもあるので、子供に結果を求めないっていうことがすごく大事だというふうに思います。そして私、個人を責めない、対立しないっていうことをついついしがちなんですけれど、しないように心がけてます。たとえ電力会社、国に電話をするときも、あなただったらどう思いますか、あなたは、そういう立場だから言えないかもしれないですけど、一人の人間としてどう思いますかっていうような聞き方をするようにしています。そして人が勘違いに気づいたら、だから言ったでしょう、あなた間違ってたのよって言いたいんですけど、本当はそれをこうふと我慢して、気づいてくれてありがとうございますっていう風に言っていけたらいいなと思います。人は失敗して当然、その失敗っていうのは次へのステップアップのためのものだというふうに思うので、ごめんねって思ったら、あ、もういいよって心から言ってあげられる感じで生きていきたいですね。で、北風と太陽っていう本がありますけど、北風のようにビュービュー風を吹き飛ばしてコートを剥がせるんじゃなくって、あったかく包んで自分からコートを脱ぐような、そんな暖かさで巻き込んでいけたらいいなと思います。私、人の悪口言う人ってすごい暇人だと思うんですよね。本当にね、今人と争ってる暇ってないと思うんですよ。分断するのはすごいもったいないっていうふうに思っているので、みんなで温かい環境にして社会をより良くしていけたらいいなと思います。私にとって本当に子どもの笑顔と命を守るということが目標です。そのために今自分ができることは何だろうっていうふうに常に考えていきたいと思います。そのためにバックキャスティング、これになるためにはどうしたらいいだろう、どういう道順で行ったらいいだろうということをいつも考えているのと、一人じゃできないので、なるべく賛同者を増やして、みんなでオセロの駒を一気に変えるように社会を変えていきたいなというふうに思っています。そんな感じでまとめです。はい、ありがとうございました。最後にですね、ケイチンを今日お呼びしたのは、実は金沢の石川県の状況がなかなか子育てしやすい環境、またなんていうか、自分たちが言ったことが通っていくような、聞いてくれるような状況じゃないということをつくづく思っていまして、で、他から来た人の言葉を借りて、他の状況はどうなんだろう、そして本当はどうなんだろうってことも考えてみたいなと思ったからなんですね。で、ケイチもさっき言っていただきましたが、先ほど言ったように中央公園の木のこともそうなんですが、私15年、18年ほど子育て支援のことをずっとやってきて、ちょっと 3.11 以降リタイアっぽい感じでいたんですが、木の伐採になりそうな瞬間に、その中に人がバッて入っていった時に、子供を持ってるお母さんたちが入っていった時に、本当に泣き崩れて、座り込んだの生まれて初めてなんですけど、人の前でっていうのは初めてだったんですけど、どうしてそうなったかさ、ああ私がやったこと無駄になった、何にも変わってないって思ったんです。木がどうこうじゃなかったんです、その時はね。十何年も一生懸命いろんなこと言ってきて、っていうかみんなでやってきて、それで一応行政にも協力して良かれと思っていろいろやってきたのに、どうしてこんなに悲しい目に母と子を悲しい目に合わせるんだろうっていうのがすごい虚しくって、ちょっと崩れてしまったんです。でもその時にたまたま隣に若者がいて、大丈夫ですか小原さんって言ってくれたことで、はっと思って、それでそのこと言ってる場合じゃない、今と同じですね、言ってる場合じゃない、そんな時間はないと思って、とにかく今自分にできることっていう感じでちょっと変われたかなっていうふうに思います。で、その時思ったんですが、捨てたもんじゃないと思ったのは、やっぱり前は何かを起こそうと思うとガンガン言ったりね、
プラカード掲げたりね、大事なことなんですけど、それしか分かってもらえないからしてたんですけど、今はじわっと自然な力で、本当に子供を持ってるお母さんとか、そこにいる若者が、友達がいるからそんなこと言わないで、なんか言ってくれよって中高の時も言ってたんですけど、そういうふうに自然な力で、ちゃんとこう自分の意見を言うようなこともあるっていうふうに思ったら、捨てたもんじゃないなって思いました。ですからちょっとずつかもしれないけど、本当にみんなで考えて、どうしたらいろんな子育ての状況、子どもが大きくなっていく状況が良くなるのかなっていうことをちゃんとこう前に進める可能性はいっぱいあると思います。それでまた次回も、その自治会もですね、ケイチンに協力していただいて、またシリーズにしてもいいですし、こういう会を重ねていければ、今日はお話ししていただけなかったんですけども、来た皆さんからも必ず声を取ってですね、みんなで話をする場が5人でも10人でも、まあ500人でもできたらいいなというふうに思ってます。その機会をもらったケイチンに本当に心から感謝を込めて、また来てくださいということで、ありがとうございました。大きな拍手をありがとうございました。では、今夜さんにバトンタッチします。ありがとうございました。なんか自分の子育て間違いだらけとか、今日いろいろ思いましたけど、逆のことばっかりやってたなと思いますけども、私も失敗ばかりですよ、日々反省します。ケイチンですけども、今日はお泊まりして、明日も金沢に、夕方まで滞在します。で、その夜と明日のことをゆきくんの方からちょっと。どうも、長い時間お疲れ様でした。中根理子さんは、明日今言ったように、夕方帰られるんですけど、今日本日、懇親会ということで、三丁目というお店がありまして、そこで、まず一席、設けさせていただきます。では、一人、2500円で、食べ物がお刺身と揚げ物とかサラダとかを、僕の実家なんですけど、用意してあります。でそれで、そこで、もし今日この場でも聞けなかったようなことも聞けますし、もしよかったら参加してください。もう一つは明日なんですけども、ごめんなさい、ケイチンからもらった、おやつ、あずきサブレ、あずきサブレの粉がもうすごくイガイガしてて、すみません、美味しいです、ありがとうございます。明日なんですけど、シルコさんの、はい、明日なんですけど、明日は、昼のそうですね、10時頃から、15時、14時頃まで、ジャパンカラオケとかいうところですね、ジャパンカラオケ、カラオケ大会があります。一人300円で、来れます。持ち込み自由です。いつ来ても、いつ帰ってもいいです。で、なんかそこに聞きたかったら、一人必ず1曲歌って、何か聴いて帰ってください。それぐらいそういったルールもありますので、ぜひお願いします。で、明日の2日目のことの、六島夏祭りの件とか、明日、中根圭吾さんがイベントに少し参加されることになってるんですよ、はい。で、それについての詳細を、少し代表の水上さんからお話伺いたいと思います。水上さん、拍手お願いします。13時半、まずはラブロの後ろに、金沢学生の町市民交流館っていう町屋みたいな市の場所なんですけど、そこで六ヶ所村ラプソディっていう浜中ひとみ監督の映画を上映します。で会場が13時半で、上映開始が14時から14時半まで、でこういった映画なんですけども、これの上映になります。で、あとですね、本編と一緒に釜永ひとみ監督の今現在のメッセージだとか、出演されている方のメッセージも一緒に上映します。で、あとですね、ちょっとここに行きたいんですけども、入場料700円で、缶バッジ付きになっております。チューリップの可愛らしい缶バッジです。
ぜひよろしかったらご参加をお願いいたします。あ、今ちょっと動物がありますのでこのチューリップの可愛らしい缶バッジがついてきますので、はい、ぜひよろしかったらご参加をお願いいたします。あ、そこで中根恵子さんがね、ありがたい、ありがたいお話になりますので、はい、ありがとうございました。ぜひ皆さん、それは直接行けばいいですよね。直接行けばいいですよね。はい、予約はいらないそうです。ケイチ、あのカラオケ超うまいですから皆さんぜひ聞きに来てください。あの場所とかわからない方は、今回この会を主催したあのママンズカフェのメンバーちょっと挙手、はい、このメンバーにちょっとお声掛けをしてください。あとですね、皆さんも気になっているそちらの、テーブルの上にありますケイチのバンビーノバンビーノのかわいい木のおもちゃですね。これもあの今からまた少しあの見ていただいて、はい、そういうのを見ていただいて、ちょっと周り見てもらえれば分かるんですけど、この殺風景なただの研修室が野の花で、あのみんなお庭から持ってきてくれたり、スタッフがスタッフ以外のお手伝いしてくださった方もあの持ち寄りで、とこういう形でこれからもあのささやかな会を開いていけたらと思いますので、ぜひ皆さん、あのママンズカフェという名前が出ていたらすかさず参加するようにお願いいたします。これからもよろしく。またあのしつこくお誘いしていくと思いますので、よろしくお願いします。一応この会場は4時半に撤収の予定ですけれども、もう少しあの時間がありますので、ケイチともお話ししてみたい、おもちゃを見てみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、で、あの余裕のある方はあの片付けをお手伝いしていただけると嬉しいです。それから、お子さんがもうだいぶ疲れちゃったんで、ちょっと遊んで帰りたいという方、このすぐ近くにバラ園というのが、富樫バラ園というのが今満開だそうですので、そちらにあの寄って帰られるのもいいんじゃないかなというふうに思います。FM よろしくさん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらアーカイブ中あの録画残るんですか？残る、はい、残るし、アーカイブ残ります。 FM 4649で検索してみてください。あの私のやってる間延び放送局の先輩放送